保育士資格を取る人。はーい。図書館司書資格を取る人。はーい。信州で学ぼう。たくさんの友達と楽しい時間が大好きです。僕は景色が大好きです。私はみんなで一緒にお昼を食べる時間が大好きです。信州で学ぼう。自分の過去を振り返ってとてもいい経験になりました。うまく喋れた自信はありませんが、この学校は魅力のあるところなのでぜひ来てください。幼児教育学科の代表として話させていただいて、言語コミュニケーション学科のことも、学べたので、すごいとてもいい対談になりました。信州で学ぼう。信州法南短期大学の好きなところ。私は先生たちが優しいところが好きです。私は学食が美味しいところが好きです。信州で学ぼう。信州法南短期大学、後輩におすすめしたいところ、資格がいっぱい取れるとこです。いろいろあって伝えきれないので、ぜひ来てください。信州で学ぼう。